さあ、乱世の会の三国展舞動画でございます。いつもご視聴ありがとうございます。お久しぶりになるんかな、3日ぶりぐらいの動画の更新になると思うんですけども、毎日ね動画を楽しみにしてくださっている方がまあ少数ではあるんですが、まあいらっしゃってくださるということでね、そういった方には大変申し訳ないなと思っております。ご心配をおかけしました。実はね、土曜日ぐらいかなから飼ってるインコの調子が悪くて、病院に連れて行ったり、あとまあ看病したりとかで、僕自身の気持ちがね参ってしもとって、ちょっと動画を撮るようなまあ心心境にならんというかね。でなおかつその三国展舞の中で個人チャットとかもたくさんいただいてますし、あと動画のリクエストとか、あと解説のリクエストなんかですね、あんなももうたくさんいただいてるのに、もう全部ほったらかしにしております。大変申し訳ありません。でまあインコ自体はちょっと回復の兆しが見えてきましたんで、もう病院ではもう今日が山ですみたいな感じで言われてたんですけど、なんとかしのいでくれたんで、ちょっと動画撮ろうかなという気持ちにねなってきましたので、ちょっと今回撮らさせていただいているということになっております。でいただいてた個人チャット等もですね、ゆっくりではあるんですけども返信させていただこうかなと思ってますのでね、気長にお待ちいただけたらと思います。よろしくお願いします。いやーもうやっぱペットは辛いですね。調子悪なったらね、やっぱ喋れんのでね、人間がしんどそうにしとるんより辛いなというところはあるんですけど、まあこれご視聴いただいてる方でもね、ペットたくさん飼われてる方いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけどもね。で、今回対戦してるこの韓国の軍団なんですけど、この間ね、国戦あったじゃないですか。あれでも対戦した相手なんですよね。でうちが国戦1位で、この軍団が国戦2位だったんですよね。最近うち国戦の調子が良くて、直近の5シーズンで5位、1位、1位、3位、1位となってまして、最近の1位はね、5組での1位ということになってるんで、まあ軍団の世界ランクで言うてもまあ30位以内には入れてるんじゃないかというような気がしております。でその5組の2位と対戦ということで、これで負けたら何のこっちゃわからないんで、何としても勝ちたいなという心づもりで頑張ってまいりました。そしたら実はその土曜日からね、つきっきりや、インコにつきっきりやとか言って言いながら、軍団戦はねしっかりと出征してますんで、やっぱり軍団員の方にご迷惑おかけするわけにもいかんのでね、占領役お任せいただいてたっていうのもあるんで、まあ出征するだけして、ただ軍茶には一切現れないみたいな形だったんですけどね、見ていただけたらなと思います。そしたら始めていきましょう。はい、第一出征、占領の出征ですね。この時はまだ鳥の調子も悪くなかったので、もう元気いっぱい普段通りに出征しております。で東巡兵が山ほど出てきてるんで、ああこれ鬱陶しいなと思いながら、まあ文王でじっとこらえてるという感じなんですけど、で奉仕塔の方、奉仕塔じゃないわ、奉仕の方に東巡兵のターゲットが行かないようにということをちょっと考えて奉仕は出してるんですけど、どうしても分散してしまいますね。で主君を逆サイドから出して将校下ですね。でそしたら上から転移というところなんですけど、こうなってくるとこう虎をねどっから出そうかなっていうことになってきますよね。でこれで回復放出が壊れてくれたらベストかなという感じはするんですけど、で虎を一気に出して、回復放出がねこれ壊れてないんですよね。なんで壊れないですかね。ちょうど回復放出のみを狙って電位を出してるぐらいの勢いなんですけどね。であと主君、これどんだけこの放出射撃と壊してくれるかというので、2枚3枚が分かれてくると思うんですけど、これ虎がね寝返ってるんで、これおっ、ただ放出今なんでダメージ入らんねんっていう感じですよね。これで回復放出と放出がスプリットしてしまいましたね。でこれでもうちょっと3枚取るのは諦めて、
削るだけ削って2枚狙いに切り替えております。ただクルクルがね発動したまんまになってるんで、これは思ったようには削れていかないぞと覚悟しながら一応やってる感じになってます。で自爆が煉獄投石ですね。なんで煉獄は2頭残ってるという感じですね。もう3枚は絶望的なんで、あとはどっからリョムを出すのかというところですね。こうやって見た感じだと、そうですね、下かな、劉備にかかったら気持ち悪いですね。まあ上は主君しか武将がいないので上から出せたら一番いいかなとは思うんですけど、破壊はあんまり進んでない感じがしますよね。さあどっから出すのでしょうか。僕自身もちょっと覚えてないところとは、上から来ましたね。英断ですね。これは自分を褒めてあげたいですね。であとはもうこの主君さえなぶり殺せば城に行くかなという感じですね。はい、城に行きました。で武将が下に固められている陣形なんでね、もう主君さえ倒せれば武将にかかる心配っていうのはあまりないかなという感じがします。でなんだかんだで破壊率がこれ、96% までいったので、これ両毛の動き次第ではと思ったんですけど、やはりちょっと3枚取るのは厳しかったかなという、まあ、攻めということになっています。これで一応、まあ、占領は成功という形になっております。そしたら次のリップ見ていきましょう。はい、第2出征、占領の出征ですね。でこの流星堂を壊して、で虎を出して援軍を釣ると。はい、釣れましたね。で東巡兵と弓木兵ですね。これも鬱陶しいんですよね。で右から文王かな、そうですね、右から文王を出して援軍を処理していきましょう。もうこの東巡兵わらわらがね、もうデフォになってきたら先行使いとしては非常に困るんですが、まあもう慣れるしかないですよね。ただ文王を使わない先行というのがかなりしんどいということになってきそうな気はします。で将校を真上から出さなかったのは、そうですね、この射撃塔と砲手塔両方壊したかったというところでしょうね。この改造砲手塔も壊したいんですけどね。そっちは転移できましたね。でここら辺の塔を虎で狙ってるのかな。こう転移、今回はまあまあええ働きしたんじゃないでしょうか。で砲手塔も壊れそうですね。はい、壊れました。この中の砲手塔まで壊れたら言うことないんですけど、さすがにそこまでは甘くないかなという感じですね。で下にだいぶ射撃塔が残っちゃいましたけど、これをまあ主君と文王でどれだけ壊していけるかという感じなんですが、ちょっとスプリットしましたね。で上から両毛をポンと出せば、それで砲手塔は壊れるんで3枚いけるんちゃうかなという気はするんですけど、やっぱり占領の出世なんでね、だいぶひよってますね。なんでしょう、なんか病気が3枚取りに行く病が収まっているような感じがしますね。で、トンコ兵が4体ぐらい寝返りましたね。まあね、白状なトンコ兵だなと思いますけども。で、これ、砲手塔壊れないんですよね。これ壊れてたら2枚も楽なんですけどね。っていうか、もう3枚も見えてくるんですけど、ちょっと壊しきれなかったので、じゃあ、両毛どっから出そうかなという感じですよね。先ほどとは違って武将をきれいに城を武将で囲ってる形になってるんで、これちょっと難しいですよね。狙い目としたらどうだろう、左上ぐらいかな。長雲2強とぶち殺してという感じなんですけど、右下はちょっと怖いな、どっから出したっけなっていう感じですね。記憶が定かではないですが、金庫台ぐらい、ああやっぱりそうですね、金庫台を狙っていきましたね。でこれ劉備ターゲット取ってるんですよ。ああ終わったわって感じですよね。ただ2強に、変えましたね、ターゲットをね。くるくるのおかげですね。これで2強を倒してる間に武将が動いてくれたので城にたどり着いて、はい、占領成功という形になっております。いやーギリギリもええとこですね。そしたら次のリップ見ていきましょう。はい、第3出征、占領の出征となっております。これさっきの陣形と似てんな。
ほんまに一緒なんだろうか。違いますね。さっきはこの諸葛振動に虎が行ったと思います。なんで軍団内で似たような陣形を共有してるということなんでしょう。援軍も入ってるのが全然違いますね。で軍王ですね。で今度将校は下から行きましたね。先ほどは下がだいぶ残ってたんですけどね。で、この出世はもうトルが調子悪くなってからやってる出世なんで、もう半べそかきながらやっております。でしかもこれタブレットでやってないんですよ。スマホで久しぶりにやってる感じなんで感覚がねちょっと違うなと思いながらやってるんですけど、どうでしょう。まあまあかな。ちょっと奉仕塔がこんな感じ深いところに残っちゃってるので、これどうすんのという形になってきてます。さあちょっとこれ奉仕塔を直取りできないのできつそうに見えますし、城をねしっかり武将が囲っているので両門を出す位置もちょっと迷うなというような相手になってますね。で思い切って、右上から大量に出して、もう奉仕塔ちょっとでも壊れんかなと期待して出してるんですけど、ここでねこれ届くんですよね。射程がね、入ってしまうんでちょっとこれはきついなという感じなんですけど、射撃塔すら壊すのに一苦労 してるという感じですね。はい、ようやく壊れました。でこっから奉仕塔をどう壊していくんだという感じなんですけど、もうだいぶ兵使いましたんで、ただこのはい壊れちゃうんですよね。奉仕塔を狙ってるトーン工兵を狙わずに別のところから出したトーン工兵を奉仕塔が狙ったということで、うまいこと壊れてくれたんですね。あれこれひょっとしたら3枚いけるんじゃないかと、かなり絶望的な状況だったんですけどね。それでもあれこれ3枚いけるんじゃないかということは、どっか3枚いける道を探して龍門を出したいなとか言って考えてるところではあります。どっから出した、下から行きましたね。はい、この軍旗壊して城にとりあえず2枚を確保しに行った形ですね。はい、なんとなんとあっこから3枚取れちゃうんですね。僕はこれはちょっとびっくりしましたね。取れると思ってなかったんですけど、なんであのような塔の配置になったとしても運が良ければ取れるというのがお分かりいただけたんじゃないでしょうか。そしたら次のリプいってみましょう。はい、第4出世です。この出世も半べそかきながらやっております。で、ただ陣形自体はこれ僕が得意としている陣形ですよね。下から仕組んだ、したら長生きしますよといつも言っている陣形になっております。で、僕の動画をね、すべて綺麗に見てるくださってるっていう方ばかりでないと思いますので、なぜ下から主君出せば長生きするのかというのを再度説明させていただきますと、射程距離が長い防衛施設が脅威台以外ないんですよね。ということは主君につけている南蛮力士が、凍らせる施設っていうのは脅威台のみになるということなんですね。これが、まあ、下から主君を出せばかなり長生きするという理由になっております。で一番怖いのは南蛮力士をつけた主君なんかを脅威台の前に置くのは構わないんですけど、その時に諸葛振動みたいなね、射程が長い施設が脅威台の近くにある場合っていうのは、諸葛振動を凍らせて脅威台を凍らせないみたいなことが頻繁に起こりますので、それはまあ注意していただけたらなという感じです。はい、主君が無双してますよね。左下は6時から9時方向ぐらいはほぼ主君が綺麗に壊してくれてます。で両門はもう白直取りして、で主君はねまだ当分生きるなという感じですよね。はい、白落ちました。であと中の方に軍旗がありますけど、この軍旗さえ壊せたらもうあとは楽勝という感じですね。お、なんか知らんけど弓騎兵が入ってきたぞ。邪魔ですね。弓騎兵狙うか。で、もう軍旗は天下で壊して両毛が死ぬ前に3枚という形ですね。いやーこの陣形はね本当に先行使いにとってはありがたい陣形だなと思います。
そしたら奪還の方見ていきましょう。はい、奪還はさっきの方とは違うんですけど、陣形は一緒ですね。なんでやはりこの軍団はいいなと思う陣形を共有して、まあたくさんの方が同じ陣形にしてるというような軍団なのかなという気はします。で、まあ下からまた主君出せば生きるよという陣形になってるんですけど、投獣兵がねこんだけたくさん入ってたら、まあちょっと待たないかんかなという感じですね。で、奉仕2体入れてるんで、それでフォロー入れてやれば文王がダメージ受けることはほぼないですね。ただこれを忘れているとちょっとあの投獣兵にかなりやられてしまう、文王がねダメージを負わされてしまって絶影閃光が発動してしまうみたいなことになってしまうと、ここの煉獄島に殺されることがあるので、それだけ注意したいですね。で、天意を突っ込まして虎も出してという感じですね。時間さえ気にせんかったらね、この陣形はっきり言って天意なくても3枚取れるレベルなんですけどね。ただちょっと上の奉仕塔これ残ってますね。これが気になりますね。これ壊れるんかなという気がしてきましたね。文王もうぼちぼち死にそうですね。で、このような壊し方になると、次主君が狙うのが多分この劉備かこっちの射撃と奉仕塔かになってくると思うんで、もうこっちの施設は壊さんだろうということで、もう太平出して壊してます。劉備の方行きましたね。ただ壁はここ二重になってるんでね、この射撃と奉仕塔も時間の問題でしょう。で、上のこの奉仕塔はもう兵で壊しにかかりました。一応奪還の出世になってるんで、できたら2枚は確保したいということなんで、こんな感じで、兵で壊しにかかってるんですけど、ターゲット直取りできる状況だったのであっさり壊れましたね。はい、これで主君が死にましたが、もうこれ下手したら旅もいらんなという状況になったんですけど、だいぶ寝返りましたね。で、すかさず天下で処理して、で、まだまだ豚甲残ってるのでこんな感じで出して、で、ここも二重壁になってるんで太平2体出して城を直取りしてるという形になってますね。はい、万全ですね。マジで皆さんこの陣形を先行使えてね、見かけることがあれば積極的に攻めていただけたらなと思います。で、ここで寝返ったのでもう旅も出した感じですね。寝返らんかったら旅も出さんでもいけたんじゃないかなという攻めになっております。そしたら次はベストダッカー見ていきましょう。はい、久しぶりにウニウニさんの攻めを見させていただけたらなと思うんですけど、もう最近にしては珍しい大外をねしっかりと囲ってある陣形ですよね。で、人形で援軍処理をまあちょっと邪魔してる感じなんですけど、これだけたくさん虎入れてたらね、できますよね。人形壊せますよね。で、この陣形ってね、結構その虎閃光が壺はまらんかったりすることがあるんで、今のウニウニさんの判断っていうのは英断だったんじゃないかなと僕は思うんですけどね。もう思い切って援軍処理をするためだけに援軍を使うということですね。で、長領右ですね。で、下から電員を出して、で、手持ちの虎ですけど、これ5体ぐらいしかいないですよね。もう本当に気持ち入れてるといった感じですね。ただそれでも結構、はい、そこそこ頑張ったんじゃないかなという気はしますね。で、長領が頑張ってますよね。もう下の射撃とは長領で壊すんじゃないでしょうか。で、こういうところにもしっかりもうトーン公平をね早めに出しているあたりはさすがだなと、よく見てるなと、抜かりないなという感じですね。で、死んだのも見てすぐすかさずトンコレを出すと、これもねやっぱりうまいなーっていう感じですよね。結構ボサーとしてたらね忘れてたりするんですけどね。で、太平をどのくらい入れてるのかはちょっとわからないですけど、もう下から出していいんじゃないでしょうかって言おうと思ったら出してますよね。いやー、うまい。やっぱりさすが走破の常連の先行使いだなという気はしますけどね。で、これもうあの城がターゲット直取りできる状態になってるんですよ。なんで兵でメタメタに壊して、で、兵で壊しきれんかったら両盲っていう形でもう大丈夫ということになってるんで、もう万全ですよね。もう多分見どころなく終えるんじゃないかなと思います。この状況を作るまでには見どころはたくさんあったんですけどね。なんか当たり前のように
取っているという形になってますね。もう防衛施設がなくなってるんで、トン公兵がね、兵糧庫とか金庫を狙い出してますよね。で、もうトン公兵、あ、一応両も行きましたか。で、城しっかり直取りして、はい、壊れましたね。あっさりと3枚というリップになっております。ウニウニさん、お見事でございます。そしたら最後、うちが勝てたのかというのをね、見ていただきましょう。はい、ギリ勝てました。いやー、よかったー。国戦で負かした相手に軍団戦で負けるやいうことがあってはならないんでね、やりました。ただギリギリもええとこなんで、もしね、僕が伏せてて奪還に行かなかったらやばかったなと。やっぱりどんな状況であろうとですね、多分僕、ばあちゃんが死んだ時も三国展もやってましたからね。まあその時は一応事情を説明して、もうちょろっともう出世するだけして、もしできんかったらごめんなさいみたいなことは伝えさせてはいただいてたんですけどね、なんとか勝つことができてよかったかなと思います。で、バイオハザードの動画なんですけど、多分この動画を上がった直後ぐらいに上がると思うんですけど、あの動画はね、そのインコが調子悪なる前に撮って、で編集してアップロードせななって思ってたら、インコが調子悪なってしもうたということなんで、ノリノリでやってますけどね。あれは元気な時の僕がプレイしてるということになってるんで、三国テンポであんなに言ったけど、バイオハザードでめっちゃ元気やんけという誤解をやっぱりされたくないので、ちょっと事前にお伝えさせていただきました。ただちょっとね、調子が上向いてきたっていうだけであって、今後どうなるかはわからないんですよね。ちょっとあまり考えたくはないですけど、でもしそうなったらまたちょっと動画の更新はピタッと止まってしまうとは思うんですけど、あ、なんかあったんかなという感じで、そのまま消えてしまうっていうことは絶対ありませんので、必ず帰っては来ますんで、気長にお待ちいただけたらなと思います。ちょっと久しぶりの動画撮影で、こうトークがね、たどたどしくなってしまいましたが、ここまでお付き合いいただいた方、どうもありがとうございます。今回の動画が面白かったとかですね、ためになったと思っていただけた方はですね、グッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方をよろしくお願いします。そしたら以上です。ありがとうございました。